パートナーズの赤羽です <coughs> 今あの司会のご紹介で世界を変えるということでしたがまずは日本を変えるということでお話をしたいと思います、えー、私は今のブレックスルパートナーズというもので日本初の世界的ベンチャーを医者でも組み出したいということで2000年からベンチャーの共同創業を経営支援をしておりますでその前マッキンゼーで14年間、えー、まあ経営改革をやっていたんですが、えー、1990年から2000年まで 10年間月曜日の朝ソウルに行って金曜日の夜帰るということを繰り返して LG グループの経営改革をやっておりました。でその間、えー、ウィークデーは日本からソウル、えー、まあソウルから日本と世界、ウィークエンドは、えー、日本から世界ソウルを見て非常に大きな差があることを感じていました。で特に1997年にアジア経済金融危機が起きました。 多分こののの中にいいいらららっっしししゃゃるほとんん。どの日本人の方は覚えてもいらっしゃらないかもなかれません私はその時ソウルにいてマレーシアでスタートしたその危機がどんどん近づいて利子が三十何パーセントアップそれからウォンは同じく3割4割ダウンということをひしひしと感じて、まあ、国が債務不履行になると、まあ、そういうことを経験してました。で、まあ、今日のトピックで言いますとその時にサムソンなどの大きな財閥から 大きな財閥から数千人単位で優秀なエンジニアが辞めて起業されたと、その勢いを強く感じました。一方日本は過去十数年間、それほど大きな人材流動もなく、まああの今の状況に至ったわけです。韓国は特にその九十七年以降、まあサムソン、LG などを中心にして。 す、えー、でに成長しておりましたけれどもその成長がさらに加速して今の大成功につながったと。ということで、まあ、あの日本初の世界ディベンチャーを育てる中で、えー、ずっと放置してきたんですけれどもなんと昨年ですねこの日本も大きく変わったという現象を感じましたそれについて今日お話をします。昨年3月11日ののの大震災は非常にに悲ししいい出来事でした私はその時渋谷のビル7階にいて えまあパソコンを置いていたんですがそれが急に <laughs> 1 0ンチ2 0ンチスライドし始めた壁のデコレーションが全部落ちたとで遠くのクレーンが大きく揺れてると、まあ、そういう状況でしたで携帯電話が直ちに使えなくなりましたずっとビジでしたねそれから携帯メールも遅れたんですけれども何時間も後に実は届いていたということが分かりましたその時実はツイイイッターがライフラフンになりました。 遠くからミルクが足りない道路が実は閉じている人手が足りないアスピリンが足りないこういう悲鳴がツイッターでたくさん流れてきてそれをリツイートされていたわけですま関東にいた私どもも電車が動いているのかどうかそれあるいは動いていても駅に近づけるのかどうかそういったことをツイッターを使って情報を取っていました まあ家族にツイッターを持たせて情報のコミュニケーションにしたという方々もいらっしゃったわけですまあそういう中でツイッターが完全にライフライン化しましたまあ話題になってますフェイスブック昨日上場しましたけれどもフェイスブックも同じくフェイスブックグルーピングメッセージングなどで会社に今日は来ない方がいいとか早く帰れたとかそういうやり取りに使われたケースも多々ありました その使われた後ですね昨年4月以降ものすごい数のフェイスブックイベントあるいはメッセージングで情報流通が激ししくなりましたでこれがかなり日本を変えたと思っています。で昨年何が大きく変わったかといいますとこういう Twitter や Facebook ソーシャルメディアの発展とともにですね他にもいくつか理由があるんですけれども新しいベンチャーが多数生まれました。でしかもそれが20代の 大変若いエンジニア起業家によって生み出されたのですここにあります慶応大学すごい時間割というものを作られて、まあ、聞かれることがあると思いますが鶴田さんパペルックの小澤さんトリッピースの石田さんあるいはワンダーシェイクの鈴木さん皆さんこのように20代前半あるいはもうほとんど二十歳で昨年創業されていますあるいはコールボード大塚さん東大ですねテトルの永田さん フェイスマッチ、投稿代の郷田さん、えそれからミープルの福山さん、えこういった方々も20代前半です。さらにベンチャー企業ではないんですが、え私はこのブロガーの方々が大変大きな影響を与えたと思います。えこの瀬戸口さん、え上原さん、西村さん、町田さん、ま20代前半の方々が従来では多分それほど影響力を持ち得なかったと思うんですが、 彼らがたくさん書いたブログでソーシャルメディアスマートフォンリーンスタートアップそういった情報がどん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 流れてきました英語のブログからの翻訳等もたくさんあってですね日本の起業家の方々が世界の動きを手に取るように理解しながらそれを羅針盤として動いていたとまたそれを見てこの彼らのブログを見て起業家も動き起業家の動きを見てまた彼らも書くと。 いう非常に顕著な動きがありましたまたこの昨年は今ご紹介した福山さんあるいは鈴木さんといった方々がえもうそのままですねシリコンバレーに飛び込んでえアプリの開発を続けたりあるいはえまあプロモーションしたりこういうことが起きました。うまくいったケースとそうでないケースといろいろありますけれどもこのようにえまずシリコンバレーに行くと。 こういう動きは非常に新しい動きです。はい。昨年昨年の前からですね。えー、ちょっとすみませんね。はい。 昨年、そのフェイスブックやツイッターの動きあるいは起業家の動きと一緒にたくさんのセミナーやイベントが実行されましたこの「スタートアップウィーケンド」「スタートアップデーティング」「あるいはインスタートアップジャパン」まあ、これ以外にもたくさんありますそれからツイッターがリツイートというものを非常に普及させた結果え非常に多くの方々先ほどのアルファブロガーの方々以外の方々もえ良いブログを書くとそれが翌日あるいはその日に一気に数千数万人の方に見られると。 いううことが続出してどどんどんブログを書くようになりました。まあ45年前にブログというものが随分話題になったわけですけども改めてソーシャルメディアの力で一人ずつの方々一般の方々がしかも20代の方々がどんどんブログを書いて結果として情報流通がが進んだとということがあります少し戻りましてもう何年も前からビジネスプランコンテストというものは特に学生の間にたくさんあります。トリガー アプリム、オーバル、キング、KBC、まあ他にもたくさんありますけれども、私はこの多くの企画や、えー、プロセス、えー、メンター、審査、あるいは寄賞講演に関わってきました。で、これらはすべて非常にまあ意義のあることですし、まあ全部応援してきていることなんですが、問題あります。これすべて企画だけなんですね。プランニングだけと。 でその結果で審査も発表もするし審査もしますけれども、まあ、特にコードに移るわけではないでそれではちょっとダメなんじゃないかともっと実際にアクションを起こす必要があるんじゃないかということでいろいろ考えました、えー、優秀なエンジニアに、えー、機械を提供して実際に短期間にアプリサービスを開発してもらってそれで競争しそれで世界に打って出ると。 ここういういいとがでできるのではないかそういう場を作れるのではないかというふうに考えましたこれはちょっと背景がありまして先ほどちょっと申し上げましたようにリンスターアメリカを中心にこの45年サーバークラウドが大変に安いそれから開発環境が大変に整備されているとまた iPhone アンドロイドフェイスブックなどを通じて良いアプリ良いサービスが一気に広まる。 あるいはフェイスブックのタイムラインツイッターのタイムラインなどを通じていいものがどんどん伝わると、まあ、こういうことの結果、まあ、リーンスタートアップという動きがありますこれをこれらのビジネスプランコンテストにも取り入れたらどうかというのが私の考えでしたで優秀なエンジニアに集まって優秀な学生エンジニアに集まっていただくために <laughs> オフィス宿泊場所全部無料、えー、食費も補助地方から日用服の交通費も出し トップクラスのアドバイスも提供してサーバーも提供してこういうプログラムをやるといいのではないかとできるのではないかということで昨年4月に活動を開始しマイクロソフトさんほかのご支援も得てブレイクスルーキャンプとというものを実行することができました最初は実装のできるエンジニア学生エンジニアを中心にディレクターデザイナーの3人のチームで応募と。 ということでまあ、せいぜい10チームぐらいの応募があればいいなと思ったんですがなんと蓋を開けてみると全国から49チーム160名に応募いただきまあ、3年4年以上の実装経験のある学生エンジニアを中心とした23チーム74名だけに参加していただくとまあ、厳選したチームとしましたでも中には10年以上のプログラミング経験のある方もたくさんいて、えー、まあ1位のチームにはシリコンバレーのツアーも提供するとまあ、こういう活動を実行しました えこれは高校生ですね対象は高校生から修士ぐらいまでということで昨年ブレックスルキャンプを実行したんですがこの右側高橋俊成さんは全参加者の中で最も熱心に開発を続けた高校生です。とんちドットのその時 CEO である井口さんにも世界に向けての心構えというものについて非常に熱いスピーチをいただきました。 朝オフィスに行くと、まあ、簡単にオフィスを作ったんですがこういう景色もよくありました。またこの青いマットはこれはわざわざ 10, 10個ぐらい買って支給してたんですけれども、まあ、こういうな景色もあります。優勝したフェースマッチチチームはサンフランシスコでジャパンナイトという社会人も参加しているイベントがあるんですがそこの日本での予選を突破しサンフランシスコではなんと優勝しました。 で5月1日にはまあピタパットという名前をに改めてますが、3日間で10万ダウンロードの iPhone アプリを出すという業を達成しています。まあこういう,ふうに大きな変化が起きていますけれども、日本はまだまだシリコンバレーなどに比べて圧倒的に遅れています。シリコンバレーはご存知のように世界中から非常に優秀なエンジニア、非常にアグレッシブなアントレプレナーが殺到しています。お金も集まっています。 また成功したベンチャーをどん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 まあ買うと買収するというような企業もアメリカにはたくさんあります。まあそういった企業に比べて日本はまだまだ大変に遅れている、まあそういうシリコンバレーなどに比べてまだまだ日本は大変に遅れていると考えています。シリコンバレーにはえーまあ非常に優秀な学生が集まるスタンフォードあるいは U.C. バークレーのような大学、さらにはトップクラスのベンチャーキャピタル。 最近伸びてきたインキュベーターと言われるあるいはアクセレ,レーターと言われるベンチャーをどん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 育成する組織あるいは弁護士も会計士も、まあ、税理士、まあ、そういった方々も一部は株でもあの仕事を引き受けるといったような、まあ、ベンチャーに優しい状況また失敗したらまたやればいいというようなことも含めて2度3度4度5度創業する人たち。 それから創業して、まあ、あの数年でキャピタルゲンを得た後また自分で創業する方々もいればそのお金を使ってどんどん、えー、新たなベンチャー創業を支援する方々、まあ、こういう方々は日本あの <coughs> シリコンバリは大変多いですね、まあ、そういうものを日本にもぜひ作らなくてはいけないと、まあ、こういうことを考えています。 一つ大きな誤解があるというふうに私は感じていますこれは2000年から日本初の世界的ベンチャーを一社でも多く生み、えー、育てるという私のそのブレイクスルーパートナーとしてのミッションの中で感じてきたことなんですが大学発ベンチャーという言葉をよく聞いています、まあ、皆さんも何年か前に聞かれていたと思いますまあ、1500社2000社できたということなんですが実際大学発ベンチャー大学の教授の あるいは助まえんスタンフォード大学を中心とするシリコンバレーでもいわゆる大学発ベンチャーがゴロゴロあるということよりはですねスタンフォードなどのキャンパスで出会った学生同士が意気投合してエンジニアが集まりあるいはアントプナーが集まり新しいベンチャーを作るということの方が圧倒的に多いです。 多いですし、まあ、R&D ヘビーでない分、えーまあ、売り上げが早く立つだとかそれからいろんな企業への買収などのエグジットがうまくいきやすいなどもあってこの大学初ではなくて大学の、まあ、キャンパスで出会った人々のベンチャーこれを私は大学周辺ベンチャーと呼んでるんですが、まあ、そちらの方で力を注いでいく方がはるかに、まあ、早いし実態に即してるんじゃないかと。 まあこのフェイスブックもまあハーバード大学でスタートして実際にはシリコンバレーにすぐ移って大成功しましたしヤフーもそうですしたくさんのベンチャーが大学周辺ベンチャーとして育つその中でそのうちにまあ研究の成果も生かした大学初ベンチャーも出てくるんじゃないかとまあこういうふうに考えています。ででででは日本でどううやったらここれができるのかということいす。 日本のベンチャー環境は世界でも最もやりにくいというような言い方もされていたり私も10年間12年間戦ってきて大変やりにくいとは思っているんですが昨年来の、まあ、若い学生エンジニアあるいは20代の方々の頑張りを見るにつけですねまたこういうテッドバイユー東京などが、まあ、こうやって始まっているということを見てもですね実は5年から7年間地域の大学と それから地域の有力者がコミットすれば、えー、少しシリコンバレーのようなものに近いエコシステムを作れるのではないかというふうに考えていますこれは2000年以来ずっと大学ベンチャーに私自身関わってきたりあるいはベンチャービジネスラボラトリーの方々とお話をしたことと最近の変化を合わせたものなんですが、えー、まあここにはポイントがあります大学の学長が少なくとも5年間その大学をもとに 新たにベンチャーが生み出す環境を作るということをコミットしていかないと、どうしても途中で交代されてはですね続きません。またその地域の事業で成功された有力者が同じくその先生大学の学長と力を合わせていくということが必要になります。でさらにそこにはかなりの資金の投入と、まあ実際にベンチャー創業経験あるいは支援経験が本当にある、えー、まあマネージャーですね、インキュベーションマネージャーが必要ですが、それをやると。 まあ2年ぐらいの間に30から50社のベンチャーが大学周辺ベンチャーとして例えば本郷あるいは横浜、えー、あるいは、えー、名古屋神戸京都、まあ、福岡仙台、まあ、そういったところに作れるのではないかと考えています。これは今私,私が実際にやってる活動にちょっと近いので3050ぐらいのベンチャーは十分できると思います。でそうすると 3年目ぐらいにはですねその作られた30から50の大学周辺ベンチャーのいくつかは結構大きな成功といえるものができます。でさらにそれらを見てまた周辺で刺激を受けた方々がどんどんん創業する形になりますまだこの時点ではいわゆる大学発ベンチャーとしての研究をもとにした非常にその高度なアカデミックな話ではなくてまだまだ大学周辺ベンチャーでありソーシャルメディアスマートフォン などを活用したもう少し軽いベンチャーになりますがそうなると5年以内ぐらいには100を超えるベンチャーがその地域の周辺に生まれるということは十分できるというふうに今考えていますただ、えー、まあ似たようなことは各地域でもやられているわけですが、えー、本格的なサポートが必要になりますこれはオフィスやサーバーが無料だとかネットワーキングイベントだとか、まあ、具体的なプログラミングコースそれから 企画力が大変に弱いですアメリカのベンチャーキャピタルやインキュベーターなどで企画のサポートというのはあまりしませんいい案があれば投資するなければ投資しないということなんですが私が過去12年間やった経験によると企画力を大幅に補充しないといいベンチャーが日本ではできにくいということがありますまあこのサポートですねそれからあの実際にハンズオンで本当の意味のハンズオンで支援できる アドバイザーまた、えー、作ったアプリサービスなどなどをデモできる日だったり、えーまあ、外国のベンチャーとのネットワーキングですね。ただ日本人だけで大きな変革ができるとは私は今でもまだ思ってません。まあ、シリコンバレーなどに行けばご存知のように半分以上、えー、アジア系の方々ですねアメリカ人がアメリカ人だけでやってるわけでは全くない状況です。今日本 非常に保守的であり村社会的な要素がまだまだ強い日本がここで大きく変化するには私はやはり中国韓国ベトナムミャンマー、まあ、今話題になってますミャンマーインドネシアあるいはあの一番近い、えー、欧米という意味ではオーストラリアなどから多数の今まで以上の留学生が、えー、来てで一緒にこういったアントレプナーー 一緒にこういういいいベンチャーをやるる必要があるんじゃないかと思いますただ彼らが今まで以上に参加してうまく進めていくには時間戻せますか、まあ、やっていくためにはですねやはり住まいそれから勉強の環境それから企業の環境それから就職の環境そういったものの整備が必要でそれがあれば まあ今一度ですねこういった成長盛りのアジアの国を中心に日本に多くの方々が例えば本郷へ例えば横浜へ例えば名古屋へもっと集まることができるのではないかと考えています。ということで今日はまあ私が2000年からあるいはその前のマッキンゼーの時ですから86年から日本や韓国世界の変化をずっと見てきていて。 特にまあ胸を痛めており問題視しているそのまあ企業環境ですねあるいは社会の革新さこれについてえついに昨年からこういった若いエンジニア若い起業家の方々が従来の日本人と違う行動をし始めたこれによって大きな変化をもたらし始めたちょうどそこに i モード以来の世界の最高の最大のモバイル大国である我々まあほとんどん あればほとんどデジタルネイティブですねあるいは30代40代でもまあ子どもがあの物心ついた時から携帯を使っているだとかあるいはまあご自身でも使っていらっしゃるだとかやはり24時間携帯を持って暮らしてきたこの過去十数年間の歴史がある日本のモバイル大国のその知恵を使って世界をリードするようなベンチャーを作ることは十分できると。それをしないとまあアメリカから、えー インンテルシスコサンオラクルアマゾンデル、まあ、こういった世界の事業世界の産業を変えた、まあ、会社がたくさん出たわけですけども、まあ、日本から出てこないですねそういうふうにして新ししく生み出していいければと思います昨年3月11日に非常につらいことがあったわけですがそれが一つのきっかけとなって、まあ、ソーシャルメディアが日本に非常に発展し まあそれをもうかなりの追い風として、こういうい方々が活躍しし始めました今、ここにいらっしゃるまあ学東大生、あるいはほ他の大学の方々、20代、えー、まあさらには30代の方々が、一緒に立ち上がって、日本を変えるえ活動に参加していただければ、非常に嬉しく思います。どううもありがとうございました